ヤーメーカーを使えば選手のデータを確認することができ、成績を伸ばすきっかけにつながるんです。プレイヤーメーカーではモーションセンサーを選手の靴につけ、そこからパフォーマンスデータ、技術的な実績データを得られるんです。ボールタッチを解析し、ボールに触った回数、ボール所持率、パスの成功率などを全て知ることができます。このシステムによって身体的なデータ、技術的なデータが得られるので、そのデータをもとにこれからの方向性を作り出せるのです。例えば自分のパスが弱いと感じたときは、家に帰ってデータをもとに改善点を考慮しつつ練習できるんです。センサーは邪魔にならず、つけてることすら忘れることもあります。プレイメーカーの本当にすごいところは、5分から10分程度で必要な情報を全て得ることができるところでしょうか。そしてそれによって向上すべきものが明確になるんです。